はい、皆さんおはようございます。 SJR ギターウクレレスクール講師の、三本木です。本日こちらの動画はですね、基礎練習を、やっていきたいと思います。基礎練習、以前も動画出してはいるんですけれども、ちょっと今回の動画はですね、以前の動画よりも少しだけちょっと難しい、練習になります。ただこれも基礎練習です。どんな方がやった方がいいかというとですね、まずですね、薬指小指がなかなか動くうまく動かない方、薬指小指がバラバラに動かしにくい方、あとは指がこう弾いてる時にバタついてしまうっていうことですね、バタバタしてしまう、ミスタッチが多いっていう方は、ぜひぜひ、この練習を取り組んでいただければと思います。すぐにですね、効果は、出にくいんですけれども、継続してですね、やることによって指のバタつきとか、それぞれの指が、分離がですね、できるようになってくるので、少しずつですね、積み重ねでやっていっていただければなと思います。今回の動画です。ポイントはですね、指を固定しながら弾くっていうことですね。1本の指を固定しながら弾いていくっていう内容になります。ぜひぜひ、最後までですね、2部構成になっておりますので、2つパターンを用意しています。ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。それでは早速行ってみようと思います。はい、それではやっていきたいと思います。今回の指練習なんですけれども、指を固定したまま、1本の指を固定したまま他の指を動かしていくっていう内容になります。何かというと、ちょっとやっていきますね。まず最初、4弦の1フレットに人差し指を固定します。ここから4弦で1、2、3、4、そして1、2、3、4、弦が変わります。1、2、3、4、そして2弦1弦になります。つなげると4弦の1フレットに人差し指、これを固定したまんま弾いていきます。こういう感じですね。3弦2弦1弦に、だんだん折れていきます。今度、中指で4弦の2フレットを固定します。そして3弦の1、3、4、2弦1弦こういう感じです。もう一回やると、4弦の2フレットに中指を固定したまま4、1、3、4、1、3、4、こういう感じです。そして今度、薬指で4弦の3フレットを固定したまま3、1、3、1、2、4、1、2、4、こうきます。で、次、小指で4弦の4フレットを固定して4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、こうきます。この時ポイントがですね、指を固定したまま弾くっていうのがポイントです。これ離しちゃいけません。離すと こうなっちゃうんですね。これでは意味がありません。指を固定したまま他の3本の指をバラバラに動かしていく、これが、今回の指練習のポイントです。もう一回おさらいすると、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、次2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、これ、そして3固定1、2、4、4個で4、1、2、3、4、1、2、3、これですね、小指を固定したままこれです。今度はですね、逆いってみたいと思います。1弦の4、3、2、1、まさしきます。で、小指を1弦の4フレットに固定したまま4、3、2、1、
これ2弦で3弦で4、1弦で、4弦でこけます。今度1弦の3フレットに薬指を固定したまま、421と言います。3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1。そして今度は1弦の2フレットに中指を置いて2、4、3、1、3弦で4、3、1、そして2弦で2、4で4弦で、最後1弦の1フレットに人差し指を置いて1、4、3、2、1、4、3、2、1、4、3、動きます。大丈夫でしょうか。固定するのが、固定するのでちょっと指がこう、ちょっと遠いなって最初は、なるかもしれません、そうですね。なので、なんですけども、そこを離さないですね、ぐっとこらえて、やってみるといいと思います。で、スピードでは関係ないので、メトロノームをですね、これは使う必要はありません。メトロノーム使って、テンポよくってやってしまうと、割と雑になったりしてしまうので、最初はメトロノームを使わないで、一個ずつしっかりとですね、これ右手よりも左手ですね、左手を意識しながら、押さえていく、ですね、をやってみるといいと思います。ちょっと一回つなげてやってみますね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、人差し指を固定して弾いていきます。この中指を固定して、2、1、3、この薬指で3を固定して、今度小指で4を固定して、1弦ですね。で、今度1弦で4、3、2、1、2弦、3弦、4弦、次3、2、4、3、2、指は離さない、これです。いかがでしょうか。なかなか最初指がこう動いて、離れたいって離れたくなるんですけども、ここはグッとこらえてですね、ゆっくり、チャレンジしてみるといいと思います。あともう一個、今日はですね紹介したいと思います。今やったやつのちょっとした応用編になります。1回やります。やりますと、指をこれまでですね、固定したまま弾きます。4弦の1フレット固定します。2、1、3、4、3、1、2、4、4、1、2、3。このパターンですね。今、4弦で1、人差し指を固定して、その下の弦、3弦で2、3、4いきます。で、今度、4弦の2フレットを固定したまんま1、3、4、人と薬小指いきます。で、今度薬指で3弦を固定したまんま人と中小指いきます。そして最後小指を固定したまま1、2、3、5と。なのでですね、音的にですね、4弦で1、2、3、4、こういう音の流れが、聞こえてくるようにします。これが離れたらダメです。こういう2、3、4、これが聞こえるようになります。1、2、3、4、
ら弦が1個ずれます。2弦、今度は1弦、3、1、小指固定したまま、これです。で、今度は下がります。1弦ので4、3、2、1、これが聞こえるように、弾いています。1弦で4、2弦で3、2、1、2弦で4、2、1、2弦、3弦、今度4弦、これです。じゃあちょっとつなげてやっていきますね。こんな感じです。回す、指を残しながら弾いていく、指を残して弾いていく、1弦、1弦、1弦、下り、指を残して弾いていきます。3弦、1弦、はい、いかがだったでしょうか。指練習を今日やってみました。以前出したのが、基礎練習なんですけども、今回の指練習ですね、それをちょっと難しくした、指練習になっております。で、効果はさっきも言ったんですけれども、薬指小指がなかなか動かない方、あとは指がこうバタついてしまう方に特におすすめな、練習方法です。まあそんなに音楽的なことではないので、まあ、指の本当にトレーニングなのでそんな長く時間やる必要はないんですけれども、でメトロノームも使う必要は全くありません。メトロノーム、曲テンポに合わせるっていうよりもしっかりとしたね、ゆっくりとしっかりとしたあのフォーム、フィンガリングっていうのを、身につけるのが、ポイントになるので、別にスピードとかテンポとかは別に気にしなくてもいいと思います。いいです。まあね、まあ、ちょっとですね、指がバタついちゃうなとか、あんまりこう指がうまく、薬指小指うまく動かないなっていう方はぜひぜひチャレンジしてみるといいと思います。はい、今回の動画は以上になります。こちらの動画が良かったらですね、ぜひぜひいいねボタンとチャンネル登録が、まだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録いただければと思います。で、何かあったらですね、のコメント欄に、コメント、書いていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。